京浜急行は今日未明蒲田駅付近の線路を高架にする工事を実施しました。これにより開かずの踏切の問題などが解決し渋滞も緩和されます。線路の切り替え工事が多くの作業員による手作業で行われています。高架化の工事は終電後およそ5時間にわたり実施されました。これにより。 一時間あたり最大で五十三分間、閉じていた。開かずの踏切など、二十四箇所の踏切が撤去され、幹線道路などの渋滞が緩和されます。今朝からダイヤも改正され、急行の増便などで利便性も向上するということです。